横井さん入るよ。横井さん、あのこれ今週のプリント。ありがとう。横井さん、最近学校休みがちだけど何かあった？いや、別に。いや、何かあったなら言ってよ。今週ずっと休んでるじゃん。あの、僕学級委員長だからさ、何か力になるよ。加賀谷くん、じゃあちょっとこれ聞いてもらえる？ん？ブース。バーカ。これは？気持ち悪い。クラスのみんなが私に言ってる悪口。え？化け物。コブダイ。コブダイ？そんなことない。あ、でも気にしないで。僕はついてるからさ。バーカ。だから一緒に学校行こうね。地味女。ブース。え、このマジでブス。マジでブス。あー、ちょっと、なんか盛り上がってた。一回止めて、一回止めて。え？どういうこと？私ね。みんなに言われた悪口をリミックスして聞くのが趣味なの。最近曲作ってて学校に行けてなかったんだ。いや、全然理解できない。そんなの聞いてて楽しいの？これを聞いてる間は嫌なこと全部忘れられるの。もう悪口嫌なことじゃないんだ。だから最近は悪口言われるために努力もしてる。え？授業中は常に変な顔して受けてるし。え？リコーダーは鼻で吹きながらボイパするし。は？クラスのみんなで育てたマリーゴールド全部食べた。いやもうどういうことなのそれ。いやだからなんでそのド M の極みみたいな趣味やってんの。 M じゃなくて自分に S なの。何言ってんの、気持ち悪。ありがとう。あ、気持ち悪。いつの間に録音したのそれ。気持ち悪、気持ち悪、気持ち悪、気持ち悪。今編集してんのそれね。ゴリラ、ちょっと、ヨコイさん、バーカ。え、もうどういう気持ちで聞いてんのそれね。コブダイ、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 水族館の嫌われ者。コブダイ、コブダイ、嫌われ者。顔でか、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 顔、まるでパワースポットの岩みてえだな。加賀谷くん、明日から学校行くからみんなにもっといじめてくれるように伝えてくれない？バケモンだ。